さんこんにちは、はるのです。で今回は初めてのギブアウェイブをやりたいと思っています。いつもたくさんの方に見てもらっていて本当に嬉しいです。そしてチャンネル登録をしてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。でもう時期もクリスマスなので、私からのプレゼントを贈りたいと思っています。で今回プレゼントできるのが1名の方になってしまうんですけれども、ぜひ皆さん応募してください。それでは早速コスメを紹介していきたいと思います。今回選んだのはジルスチュアートのリップブロッサムの03番とリラックスメルティリップバームの2つになります。ジルスチュアートを選んだ理由は、もう持ってるだけで気分が高まるし、私がもらったらもう絶対嬉しいと思ったのでこれに決めました。でリップブロッサムの03番はコーラル系のナチュラルな色なので、どんな人にも合いやすい色ありますかって聞いて教えてもらった色なので、結構使いやすい色ではないかと思っています。このリップブロッサムの03番で色はこんな感じ、コーラル系の、これ結構明るめに見えるんですけど、もうちょっと落ち着いてるのでとても使いやすい色じゃないかなと思います。そしてリラックスメルティリップバームはもう本当に可愛くって、持ってるだけで絶対気分が高まるなって思ったのと、あといろんな口紅の下地にも上からももちろん使えるっていうことで、いろんな口紅に合わせて使えるかなと思ってそれを選びました。リラックスメルティリップバームはこれです。すごい可愛いですよね。以上が私の選んだプレゼントになります。そして応募条件が2つあります。1つ目は日本国内にのみの発送となってしまいます。そして2つ目はみんなのメイクの会員の方が応募ができるということになります。詳しくは下の説明欄の方に書いておくので、そちらを読んでみてください。それではたくさんの応募をお待ちしております。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。